第252回ホッケチャンネル、どうぞよろしくお願いいたします。現在、立正暗黒論の拝読をしています。今回と次回の2回に分け、第6等を取り上げます。前の第6問において、旅客は診断する意義について問いました。今回からの第6等では、その答えを明かすとともに、立正暗黒論の中で唯一、主人における信仰表明が見られる箇所であります。それでは本文へと入ります。第6等主人の発言。主人の曰く、よ少量たりといえども、かたじけなくも大乗を学す。僧侶は機微に伏して万里を渡り、壁羅は小刀にかかりて先陣を述ぶ。弟子一仏の子と生まれて諸教の王に使う。なんぞ仏法の粋微を見て心情の哀戚を起こさざらんや。その上涅槃行にのたまわく、もし善びくありて法を破る者を見て起きて呵責し見し故所せずんば、まさに知るべし、この人は仏法の中のあだなり。もしよく苦見し呵責し故所せば、これ我が弟子真の証文なりと。よ善びくのみ足らずといえども、仏法中音の攻めを逃れんがために、ただ対抗を取りてほぼ一端を示す。それでは次いで現代語訳へと移ります。主人は言いました。私は卑しい身分であり、力が不足しているものです。しかし、ありがたいことに、大乗の教えを学んでいるのであります。青映えも、春芽の尾に止まることで、苦労することなく、万里の遠くに行くことができ、緑のツタも、松の大木に絡むことで、おのずから先人の高さにまで伸びることができるのです。私は仏弟子であり、法華経の教主である本仏釈尊の子として生まれ、諸教の王である法華経を信仰しています。そのため、正しい仏法が衰えていくことを見て、悲しまないではいられず、正しい仏法を立てたいと考えるのは当然であるのです。涅槃行寿命本に、たとえ良き美句であっても、正しき法を破る者を見て、これを咎めもせず追い出そうともせず、その罪を正そうともしないならば、この人は仏法の中のあだであります。これに対し、方々の者を厳しく責め正して追い出そうとするならば、これこそ真の仏弟子です、とあります。私は決して良き美句と言われる身ではありませんが、仏法の中のあだであるという仏からの責めを受けないためにも、ただその対応をとって一端を述べるに過ぎないのです。
ただいま拝読をしました第6等の前半部分には、主人が進言する必要性を主張しているのです。主人の信仰表明が見られ、一仏、つまりは法華経の教主である久遠本仏釈尊の子として生まれ、諸教の王である法華経に仕えているというのです。そのために、仏法が衰えていくことを見て、悲しまないではいられないために進言する必要があったのです。さらに第6等では、涅槃行の門が引かれ、方々の者を厳しく責める菊こそが真の仏弟子であるといい、主人は仏法の中の仇とならぬためにも、ただその対応をとって一旦を述べるに過ぎないのであると言います。主人は仏法の中の仇、仏法中音とならぬために、権力者へ進言をしたということが明らかでありましょう。以上、本日は第6等の前半部分を取り上げました。主人の信仰的な立場が明かされて、仏法の中の仇とならぬための行動であると進言の意義が示されました。第6等は次回へと続き、権力者に上奏した洗礼を示すのであります。次回第254回に予告でございますが、立正安国論拝読の42回目として第6等の2回目、今回の続きを拝読いたします。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。